して第3問いきましょう。はい、簡単でしたね、はい、この問題は、はい。はい、そうですね。はい、そうなの、まあ。1問目は、いいお口直しには、先ほどの問題はちょっと難しかったので、ちょうどいい箸集めになったと思います。そうです。続いては私の問題から参りましょう。男は楽しみに取っておいたお菓子を食べようとする。しかしすでにお菓子は一口食べられていました。男は誰が犯人か知っているのにもかかわらず咎めようとしなかった。一体なぜ？はい、あ、質問があるポッド。はい、ネープ先生。お菓子どういたな。お菓子だ、はい、お菓子です。お菓子にも種類はある。和食、洋食、フランスお菓子。フランスお菓子ええ、そうですね。ウンチと言えばよかったのでは。あ、そうそうそう、それ、まあ、あるんだよ、あるんだが、その中でも食べないといけないものがある。それは、栄養剤が含まれているお菓子。つまり、体が弱い子がカロリーを摂取するために食べるお菓子はある。それかね。意味がわからない。まあ。いいえ、お菓子の種類は関係あります。じゃあ質問だ。はい。非論理的だが、男はそのすでに食べられていたというのを最初にその問題の開始前にその知っていた。誰か食うんだろうなと思っ。いい質問ですね。はい。その通りです。やはり男は食べられたことを知っていました。何？男は楽しみに取っておいたとあれば、これはプレゼントに取っておいたのではなかろうか。はいかいいえか。いいえ、着眼点は面白いです。なるほど、なるほど。だいたい ただ今回の問題には関係がないので、まあ、だいたい面白い。わかりました。ああ、答えですか？その通り、答えです。その一口食べた犯人、はい、それは、はい、その男自身ですね。いいえ。という質問をまずしてからの。はい、なるほど。今のは回答でなかった。なるほど。来たね。まさか、今のがあの古畑さんの回答なわけがない。ね、その通り。さすが古畑。舐めないでくださいよ。伊達に何本も事件を解決してきたわけではない。何本汚い言い方がドラマなんだよ。古畑汚いぞ。黙れ。畳みかけるの。お前は誰だ。本当に誰だ。本当に。ここにはスネイプ先生とフラータさんとユカワさんしかいないです。そうですよ。そうですね。なんか今年の誰ですか、このポッターですか、うん、今のは。あ、そうポッター、ポッター。ポッター生きがいいな。ポッター生きってんな。フラータも大概なんだよ。そうですね、湯川先生、先ほど何か言ったそうでしたね。ああ、そうだね。そのお菓子の種類として、一口食べられても問題がなかった。つまり、団子があるじゃないか、まず。みたらし団子みたいな、三つの丸がついてる。はい。それのうちの一つを食べた。問題あるでしょ、それは。嫌でしょ。わかんないよ。いや、まあ、海洋だけじゃん。それも、あまり関係ありません。わかんないよ。わかるし。今、ちょっとウィキペディアで調べたんだが、咎めようとしたこの言葉の意味は、
強い歓喜を意味するようなものだな。バカじゃねえの。あ、知ってるわ、申し訳ないです、ね、それぐらい。問題文が難しかったよ、ね。つまりだ。この男、注意喚起を飛ばして、そのままぶち切れたのではなかろうか。自分の欲望のままに。理性などを捨てて。だから、とがめようせよ。ワンステップを。じゃあ、この人は、お前かって言うんじゃなくて、お前かって言われる。とがめてるよ、それは。おい、お前かではなく、さっさと吐き出せ、か、無音の暴力。つまり、ぶちのめしたってことですね。いいえ。いい質問が出ました。男は食べられたことに対して、感情の起伏は一切ございませんでした。一ついいですか。はい。得点をちょっとメモっておきましょうというか、この HP のところに得点をやっといた方が分かりやすいのではないでしょうか。あ、なるほど、HP のところですね。今何点でしたっけ、スネープ先生が取れてる、こちらのようになっております。ん、あ、なるほど。ちょっとなんか一人勝ちしてないか。今このような得点に。なんか合理的だ。なんかおかしくない。別にこれは僕が八百長してるとかそういうことではない。ちょっともう少し脳みそを欲しい。なんだって。もう少し頭を良くしたい。よくしたいと言われて、ね。7点ですか、あなた。そうですね、7点です。ちょっと待って。2問正解の。少し分けてほしいな。強すぎる。半分にしよう。割り切れない。君は勝負という意味が分かってるのか。勝負じゃない。ウィキペディアで検索してる。大人げねえぞ。お前も大人だろう。いや、現実は非常に残酷ですね。勝負今知らず勝ち負けがつくという意味だし。知ってるよ。大丈夫ですか。ちょっと、気づいてないのか。ポイントを気にする前に一生懸命推理をした方が。気づいてないのかね。私はこのような適当なことを喋って他の人たちの思考能力を低下させる。これも。あなたは一向に考えられない。自分自身の思考能力が一番低下してると思いますよね。それ自分に一番デバフかかってますよ。しかし今君たちがそういう会話してる間に僕は考えてる。そんなことはない。いいですね、湯川先生。そんなことがあってたまるか。やめろ。思考を止めろ。現実を受けたまる。考えていただいていいですか。